はい、皆さんこんにちは。りなです。さかです。HT ブログです。私たちは沖縄にいます。後ろにめちゃくちゃ綺麗な海だね。これはちなみに私たちの部屋のバルコニーです。いいよね、景色。朝ごはんを食べに行きたいと思います。お腹減ったね。行きましょう。私たちはクラブインターコンチネンタルのラウンジアクセスの部屋に泊まってるから、あのラウンジの中で朝ごはんが食べれます。朝ごはんは注文したけど、他にバイキン的なものもあるから紹介したいと思います。パン、私は幸せ。クロワッサンがパイとかデザートがあって、チーズ、イエス、チーズとハム、まるで海外。ヌテラ、ヌテラ持っていこう。もう来たの？朝ごはん来たよ。めちゃくちゃ美味しそう。うわ、すっごい美味しそう。いただきます。いただきます。どこからスタートするんですか？アメリカ人のパンケーキの食べ方は分かる？これ。え、マジ？に、白。なんで？おいしい。おいしい。もう食べ終わった？もちろん。一口も食べてないよ。なんで？欲しいって言わないから。自分のやつに集中しすぎて。まるで海外みたいでしょ？パンの種類とチーズもあるし、ハムもあるし、こうサーモン、スモークサーモンとか。バイキングでこのうまさはやばいね。はい、ということで今ちょっと着替えました。ビーチタイムです。ビーチじゃない、プールタイムです。プールでかっ。しかも今季節的にちょっとね、肌寒いからプール入ってる人いないから俺ら独り占めだよ。いろいろ外でプラプラしましょう。で、本当に広いんだよね、このホテル。半島の上にドーンって全部ホテル。ビーチ、プライベートビーチだね、これ。どこに行くかわからないけど、とりあえずこのパスで行きましょう。すごいなんかリゾート地って感じするもんね。する。というわけでちょっと今プールに戻ってきたんで、プールに行きますか。このプールマジで広いね。すごいね。タオルゲットしましたので。あ、やった。ではでは、11月の沖縄にプールに入りたいと思います。寒い。よかったね。勝手にお腹がへこむね。超寒い。そうか。はあはあはあ。中が暖かい。はあはあはあ。私は温め。何？待って待って、もうここでほぼ立ってないからやめて。おお。でも出たら寒いよ、逆に。滝の方。滝の方。このまま滝の方突っ込もう。やだ。滝。日が出てないから寒いわ。寒い。はそうだよ。お尻がボワーンと浮いてくるよ。でももうそろそろ。もうそろそろ。唇の色が変わり始めるよ。そうそうそう。もうそろそろ。
寒。まあこれが何倍でもいいけど。それ泡盛入ってるんだ。さっぱりして美味しい。色やばい。うん。いただきます。いただきます。チーズは一番喜ぶよ。いや、もずくが一番喜ぶよ。それはおかしいよ。美味しい。うん。チーズうまい。最高だね。ラウンジに来て無料で食べれてるからね。うん。私はこのラウンジに住みたい、ね、俺もここに住みたい確かにここがリビングで、うんうん、で飲み物飲みたい時に Hey! オリオンビールとか雰囲気いいし、景色最高だしめちゃくちゃ太ると思うけど、ね、でちなみにこのラウンジは全員が使えるわけではなくて宿泊する部屋のタイプによってラウンジが使えたり使えなかったりするんだよね。私たちのおすすめは、うん、絶対にラウンジアクセスの。そうだね、朝ごはんも美味しいし、こういう風にラウンジいつでも使えるし、アルコール中毒になっても教えないよこのラウンジのカクテルアワーで普通の言葉を使うと飲み放題というプランになってるので酔っ払ったよこっからちょっと沖縄の外のドライブしまーす。ドライブに、おお。これトラップだねそれ違うよ、パカがいつも動画を撮ってる時にそう、あんま見てないからね、全く見てないだから事故るよ。わー、風だからちょっと、レナここで待っていいよ、車撮ってくるわ。いい？うん、はい、はい、ということでこれからねゲレンデに乗ってドライブに行きます。はっ、おい、おい、傷つけないで、壊さないでそれは次の動画になります。この動画はここで終わりにしたいと思います。はい、この動画が面白かったならぜひいいねボタン押してください。ではまた次の動画で会いましょう。バイバーイ。